い、どうも皆さん、こんにちは、チーフゲームズです。今回はスプラトゥーン3の無料で手に入れられるアイテム紹介していきたいと思います。そしてまだチャンネル登録高評価お済みでない方は、最新情報見逃さないように今のうちにチャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いします。ということで、早速本編に入っていきたいと思います。実はスプラトゥーン3は普通にゲームをやってる上では手に入れられない無料のアイテムがあって、今回紹介する無料で手に入るアイテムは、任天堂公式より配布されたスプラトゥーン3が発売した記念に配布されたものとなります。で、まだ受け取ってない方は今から受け取り方を解説するので、しっかり見て受け取ってください。その無料アイテムがこちら、このネームプレートです。可愛いですよね。このネームプレートが無料で誰でも手に入るので、今日手に入れて帰ってってください。で、これの受け取り方がですね、まず任天堂スイッチオンラインアプリでイカリング3を起動してください。あの、任天堂のアプリですね。まあ、いろいろ見れるやつだよね。ステージとか武器とかさ、サーモンランのスケジュールとか見れるアプリがあると思うんですけど、それをまずインストールしておくのと、それを起動してください。そしたら QR コードリーダーでこのコードを読み取ってください。はい、これ、こちらを読み取っていただくと、ゲーム内のロビー端末から報酬を受け取ることができます。で、僕もまだ受け取ってないので、とりあえずちょっと受け取ってみますね。ということで、今 QR コードリーダーで読み取ってみたんで、ちょっと受け取っていきます。で、ロビーの端末から受け取れるので、まずロビーに入ってください。で、ロビーに入ったら、このびっくりマークがついてると思うので、ここに行ってもらって、このアイテムゲットってとこですね。ちょっとほら、このネームプレートがもらえます。試しにつけてみますか。ネームプレートこちら、かわいいな、これ。これ、こちらがもらえるということです。これが無料アイテムの入手方法で、今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった情報をどんどん発信していくので、見逃さないようにチャンネル登録と高評価通知オンよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。